はい、こんにちは、こんばんは、勝弘です。今日の脱獄アプリはスクラブアラウンドです。こちらはですね、音楽を聴くときの脱獄アプリなんですけど、まあコントロールセンターとロック画面の時だけなんですけど、こちらの、まあ再生位置のこのバーがあると思うんですけど、通常はこの、再生位置の場所がこれは今丸くなってるんですけど、通常は棒状のこう縦の線みたいな感じになってると思うんですけど、こちらのアプリをインストールしてもらうと丸くなるようになってます。まあ要するに、明るさ調整とかと同じように丸く変化するようになってます。今日はスクラブアラウンドの紹介でした。ではまたねー。